3年前、私は夫をかばって事故に遭い、左足を失った。夫も義両親も献身的に支えてくれていたが、1年前から突然態度が急変した。忙しいから会社へは自分で行ってくれ。今までずっと送ってくれていたのに、夫は突然そう言い出した。仕事が休みのはずの雨の日も、忙しいと出かけていく。怪しいと思った私が彼のスマホを盗み見ると彼は不倫していた。最初は許そうと思っていた私だが、二人のやりとりを見て復讐を決意した。私は田中あゆみ。今年で33歳になる OL。今は夫と義両親と暮らしている。夫の京也とは大学時代に友人の紹介で知り合い、5年前に結婚した。京也はこわもてでぶっきらぼうだが、実は優しく繊細だった。最初はそのことに気づかず、冷たい怖い人だなと思っていたが、彼と過ごす時間が増えるうちに、彼の不器用な優しさを知り惹かれていった。京也は義両親の経営する建設会社で主に大工をしているので、結婚したら私も自分の仕事を辞めて、義両親の会社で事務などを手伝うつもりだった。しかし、私がデザイナーになりたいと夢見ていた頃から付き合いのあった京也は、せっかくの夢を叶えたのだから、と両親を説得してくれた。それでも義両親は私がよそで働くことをよく思っていないようで、あゆみさんが稼いでるから大丈夫よね。うちも厳しいのよ。と結婚と同時に、京也の給料を下げられたりしたが、会社の持ちマンションがあったので、そこで暮らすことでなんとか二人で暮らしていけた。そんなことがあっても、義両親とはなんとか打ち解けようとしたけれど、無駄だった。私がいい手土産を持っていけば、稼いでくる人は買ってくるものが違うわね、と言われ、その辺のものを持っていけば、これくらいうちで勤めても買えるのに、と言われ、持っていくのをやめれば、自分のわがままで働いてるのに、ケチね、と言われた。他にも私が外で働いていることを何かにつけて嫌味のネタにされたので、嫌になった私は義実家へ寄りつかなくなった。そんな私の気持ちを京也は理解してくれていたので、京也とはとてもうまくいっていた。京也との新婚生活はお互い仕事が不定期ですれ違うことも多かったが、必ず月に一度は休みを合わせると決め、その日は一緒に出かけたり、家でゴロゴロしたりした。普通の夫婦よりも一緒に過ごせる時間は多くなかったが、仲のいい夫婦ではあったと思う。そんな私たちの関係が崩れてしまったのは、とある事故が原因だった。それは3年前の冬のこと。いつも通り彼と合わせた休日、私たちは夕食を外で済ませ、マンションまでの帰り道を歩いていた。次の休みは何か映画を見に行く？それよりは家で何か借りてきてみたいな。そんなたわいもない話をしながら、信号のない交差点を渡っていた時、突然私たちに気づいていないであろうバイクが猛スピードで走ってくるのが見えた。バイクは夫側にいたので、このままでは夫が轢かれてしまう、と私は夫を突き飛ばした。ガツンという衝撃とともに目の前が真っ暗になった。正確には足をバイクに轢かれ、その弾みで道路に倒れ、頭を打ち、意識をなくしたのだ。病院で目を覚ますとすでに私の左足はなくなっていた。意味がわからなかった。担当医や夫から、足の損傷が激しく、切断しないと出血死する可能性があった、と説明を受けたが、私は自分の身に起きたことを理解できなかった。夫と休日に食事に行っただけなのに、どうして足を失うのか。これから自分はどうやって生きていくのか。考えると泣きたいほど苦しいのに、なぜか涙は出なかった。それでも私は立ち直るしかなかった。私を見るたび辛そうにする夫をこれ以上追い込ませないためだった。優しい夫は自分のせいだとかなり責任を感じていると担当医からも聞いていたし、私も夫はかなり自分自身を責めていると思った。幸い左足以外は打撲程度で済み、無事だったので、仕事には影響がなく、今まで通り働けることになった。そのことを喜んで夫に伝えたり、彼の前ではできるだけ明るく過ごすよう心がけた。それでも彼は気に病んで私に謝り、俺が一生歩みの足になる。絶対助けるから、と言った。
ずっと私を嫌っていた義両親も今回の件で私にかなり優しくなった。義足では不憫だろうと義実家での同居を提案された。私はあまり義両親が好きではなかったので断りたかったが、自分の足では家事ができないこと、家事をこなそうと思うと仕事を辞めるしかないことを理解していたので、しぶしぶ義両親と暮らすことにした。私の入院中に引っ越しの用意から荷物の片付けまでほとんどを夫と義両親がやってくれた。退院後も義両親はとても優しく、私が暮らしやすいようにといろいろと工夫し助けてくれていた。そんな生活が変わったのは1年ほど前のことだった。退院後私はリハビリに通いながら職場に復帰した。会社は気を使ってできるだけ在宅で仕事ができるように調整してくれたが、やはり仕事柄、現場で色味や出来上がり具合を確認する必要があり、週に2日は出社していた。出社する際もリハビリに行く際も、夫が車で連れて行ってくれていた。リハビリセンターまでは車で10分程度だったが、義実家に引っ越したことで職場は遠くなってしまった。夫には申し訳なく感じていたが、夫はいつでも私を送ってくれていたのだ。それがある日を境に、忙しいから自分で行ってくれ、というようになったのだ。確かに、義実家から2キロ程度のところからバスに乗れば会社の最寄り駅まで1本で行くことができるが、今まで一度も夫はそんなことを言わなかった。初めて言われた時は、その日がたまたま忙しいのだろうと思っていたのだが、その日以降、夫が送ってくれることはなくなった。違和感を抱きつつも、自分で通えるのなら夫に迷惑をかける必要もない、とバスで通勤していた。それでも雨の日の通勤は難しかったので、雨の日だけでいいから送ってもらえないか、と夫に頼んだが、やはり答えは、忙しいから一人で行け、とのことだった。そしてそれを聞いていた義母も、京也に迷惑をかけるな。お前が勝手に仕事に行っているだけだろう、と夫を援護した。おかしいと思った。夫の仕事は建物の骨組みなどの外装部分の建設のため、雨の日には基本的に中止になる。大工の仕事以外でも手伝う仕事はあるのかもしれないが、忙しくなることはありえない。それに夫だけではなく、義母まで突然態度が冷たくなるなんて絶対に何かある、そう思った。私はこっそり夫のスマホを見ることにした。彼が寝ている隙に彼の指を使ってロックを解除し、彼のメッセージ欄を盗み見た。すると思った通りだった。彼のメッセージ欄には、ナナという知らない相手が表示されていて、やりとりを見ると。ねえねえ、いつ奥さんと別れてくれるの？今あいつから離婚を言い出すようにしてるから、待っててくれ。早くしないと、赤ちゃん、生まれちゃうよ。ああ、わかってる。俺も急いでるから、あとちょっとだけ待っててくれ。責任は絶対取るから。約束だからね。早くね。とあった。事故以来体に触るからと夫は私との性的な接触を断っていたので、他に女性を作るかもしれないと思っていたので、やっぱりな、という気持ちだった。しかし、相手の女が妊娠していたことは驚いたし、辛かった。不倫していたことは想像がついたが、まさか子供まで。私も子供が欲しかったので、相手との間に子供ができたことが一番辛かった。そして同時に納得もした。これで夫の態度が急変した理由が分かったからだ。夫は私の足に責任を感じていたが、おそらくナナという女を妊娠させたことで、そちらの責任の方が重いと考え、責任を取るべく、私と別れたいということだろう。夫が子供を好きなことは知っていたし、夫に辛い思いをさせていることも分かっていたので、素直に妊娠させてしまったことを伝えてくれれば別れたのに。そう思っていた私は、夫とナナのメッセージ履歴をさらに遡って凍りついた。そこには、絶対慰謝料払っちゃダメだよ。ナナとのこと、バレないように奥さんと離婚してね。バレないようにってどうするんだよ。突然離婚してくれなんて怪しいだろ。片足の女なんて気持ち悪いって言ってみたら？確かにそうだけど、俺のせいでもあるから。ナナの赤ちゃんだって、
京くんのせいなんですけど。あ、じゃあ冷たくするだわ。すごく冷たくしたら、京くんのこと嫌になるかも。わかった、やってみる。とあった。夫はナナにそそのかされ、慰謝料を払いたくないから、私に真実を告げずに、私から離婚を言い出すよう仕向けているようだった。そして、義母のあの態度からして、義両親も夫の現状を知っているのだろう。結婚当時からずっと義両親は孫を欲しがっていたので、ナナとお腹の子供の登場は義両親にとって嬉しかったに違いない。私はそんな夫と義両親が許せなかった。不倫をしていたことが許せないのではない。不倫したことを隠し、私に冷たくすることで私から離婚するように仕向けていることが許せなかった。こうなったら必ず慰謝料を取って離婚してやろうと思った。一瞬離婚せず耐え続けることも考えたが、夫の企みを知ったことで彼への愛情は1ミリも残らず消えていたので無理だった。翌日、早速更新所に依頼に行った。出社するふりをすれば夫も義両親も疑うことはなかった。夫の顔写真とともに、ナナという女の名前と妊娠していることを伝え調査を頼んだ。動きづらい足を懸命に動かして、その日のうちに弁護士も見つけることができた。ネットで急遽調べた離婚に強い弁護士事務所の中から、話しやすさの観点で女性の弁護士を選んだ。彼女は話を真剣に聞いてくれ、必ず慰謝料を取る。証拠さえ抑えられれば確実だ、と言ってくれた。同時に義実家を出る用意もした。会社に相談をして、以前住んでいたマンションではない、別の持ち物件に引っ越せるよう手配をしてもらった。以前のマンションは夫と過ごした記憶が強すぎるので避けたかったのだ。幸い、すぐに空いている部屋が見つかったので、私は自分の荷物をまとめ始めた。夫はそんな私に何も言ってこなかったが、荷物をまとめていることには気づいているようで、嬉しそうにナナにメッセージを送っていた。ナナも自分たちの関係がバレているとは気づかず、嬉しそうにしていた。夜中彼の携帯を盗み見るたび、笑いをこらえるのが大変だった。依頼から3週間ほどで、更新所から証拠が揃ったと連絡が来た。私はまた出社するふりをして外出し、更新所へ向かった。証拠として並べられた写真は、夫とナナが腕を組んで歩いているもの。二人で産婦人科にいる写真など、たくさんあった。これだけあれば十分な証拠になるだろう。私も、夫との子供が欲しかったな。ナナのお腹を撫でて嬉しそうにしている夫の写真に胸が痛んだが、彼のしたことを思い出し、気持ちを切り替えた。そしてそんな証拠写真と一緒に、更新所はありえない事実も突き止めてきていた。弁護士と話し合って、夫の休みの日に離婚を切り出すことになった。夫は休みの日にナナの家に行っていたので、そこに弁護士と一緒に向かうことになったのだ。そのために夫の休みに合わせて自分の休みを調節しているときに、怪我する前の幸せな日々を思い出した。思えば、あの事故以来、二人の休みを合わせることはなかった。夫は最近まで献身的に世話をしてくれていたけれど、夫婦としての愛みたいなものは、あの事故の時、左足と一緒に切り離されてしまったのかもしれない。ナナの家に突撃する日も雨だった。私は最後に一応、仕事に送ってくれるかどうか夫に聞いてみた。帰ってきた答えはやはり、一人で行け、だった。わかった。そううなずいて家を出たけれど、私が向かうのは会社でもないし、一人でもない。夫とナナを地獄に落とすため、弁護士と二人、ナナの家に向かうのだ。弁護士事務所で最後の打ち合わせと時間つぶしをして、夫がナナの家に行ったであろう時間にナナの家を訪れた。インターホンを押すと、ピンクのネグリジェを着たナナが出てきた。証拠写真でしか彼女の顔を見たことがなかったが、何度も写真を見たので、すぐにナナだと分かった。ナナも私の顔を知っていたようで、ドアを開けたまま固まっていた。ナナさん、ですよね。私、京也の妻のあゆみです。今日はお話があって、弁護士の先生と一緒に来ました。私がそう言うと、違います。私はナナじゃないです。京也さんって人も知りません。忙しいので失礼します。そう言ってドアを閉めようとした。
その時、ナナの後ろから、ナナ、どうした？なんかあったか？と、京也が出てきた。正直ドアを閉められてしまったら、私は足を挟むことができないので手詰まりだったのだ。ナイス京也！と私は思ったが、ナナは全く逆の感想を抱いただろう。京也の声に一瞬動きを止めたナナは再度ドアを閉めようとしたが、その隙に弁護士がドアノブを掴んで無理やり開けさせた。それにより京也からも私が見えたようで、とても驚いた顔をしていた。ここで、このままお話を続けても我々は一向に構いませんが、いかがされますか？状況を変えたのはそんな弁護士の言葉だった。この言葉に、ナナも夫もここで騒がれるのはまずいと思ったようで、私たちを家にあげるしかなかったようだ。ナナが暮らしているアパートは、1K の小さな部屋で、全体的にピンクとフリルがついた家具が置かれていた。夫とナナは、ナナのベッドに座り、私たちは小さなソファーに座るように促された。席に着いてすぐに弁護士は、私たちは全てを知っています。その上で、京也さんにはあゆみさんとの離婚、慰謝料を請求、ナナさんにはあゆみさんへの慰謝料を請求します、と淡々と告げた。ナナは自分にまで慰謝料が請求されるとは思っていなかったようで、はぁ？どうしてナナが慰謝料を払わないといけないの？と言ってきた。不倫をされた場合、配偶者と不倫相手、その両方に慰謝料を請求することができるんですよ。慰謝料についてお詳しいようだったので、とっくにご存知かと思いました。弁護士が嫌味のように言うと、ナナは、違うわ！そういう意味じゃない！ナナは、京くんと不倫なんかしてないのに、どうして慰謝料を払うのって話よ！ナナさんはあくまで、京也さんと不倫関係ではない、とおっしゃるんですね。そうよ！京くんとはただのお友達よ！今日だって一緒にゲームしていただけだもの。弁護士の質問にそう言ってコントローラーをプラプラさせるナナ。わかりました。ではこちらをご覧ください。そう言って弁護士は進行上の写真と私が撮った夫とナナのメッセージ履歴をプリントアウトしたものを見せた。な？これにはナナも夫も絶句していた。そして今まで何も言わなかった夫が話し出した。あゆみ、すまない。俺はナナを妊娠させてしまった。男として責任を取らなければいけないことだ。慰謝料はいくらでも払うから、どうか俺と離婚してくれないだろうか。今までの態度が嘘のように土下座し謝る夫。はじめからこうやって言ってくれていたのなら、私も夫を許せたのに。私のつぶやきに夫は顔を上げた。でも、あのメッセージを見てしまった。わざと私が離婚したいって言い出すようにするなんて最低だと思う。だから慰謝料はしっかりもらいます。もちろん、ナナさんからも。そこからは慰謝料の額や財産分与について話し合った。慰謝料は相場では高めの300万円。少し高めに請求してみたが、私が足の剣もあるし、と言うと夫はすぐに、わかった、とうなずいた。財産分与は半分ということになったが、これが大変だった。夫は現在、義父の会社の株の3分の1を所有しているのと、車1台、それから2000万近い貯金がある。貯金はそのまま半分にするとして、会社の株や車は半分にするわけにはいかないので、それを現金化した額を私に渡すのだ。そうなると慰謝料も合わせて、夫の手元には500万も残らなかった。夫はその事実を受け入れて、離婚届にサインをしたが、ナナはそうではないようだった。ねえ、そんなにこの女に払うの？ナナはどうなるの？大丈夫だよ。貯金はなくなるけど、毎月の収入は変わらないから。本当に？ナナが欲しかった婚約指輪は？出産の時の病院は？ちゃんと望み通りにできるように頑張るから。夫は完全にナナの尻に敷かれているようだった。そんなナナにもきちんと復讐をすべく、私は口を開いた。ナナさん、さっきから京也に責任を取らせるような言い方ばかりをしているけれど、お腹の赤ちゃん、本当に京也の子供なのかしら？驚くナナ。な、
なんてこと言うのよ。そうだぞ。あゆみ、どういう意味だよ。言っていいことと悪いことがあるだろう。この写真を見ても、京也はそう言えるの？そう言って私は、更新所が持ってきたもう一つの封筒から写真を出した。そこには他の男と手をつなぎ、ホテルへ入っていくナナや、他の男を部屋にあげているナナなどの写真が写っていた。その写真を見て、再度絶句する夫とナナ。しばらくして、違うの！これは前の写真だよ！信じて！この子は、京くんの赤ちゃんだよ！と、浮気した女のテンプレを叫ぶナナ。これは私が京也の不倫調査を依頼した時に撮れたものだから、最近のものよ。お腹の子の真相は知らないから、二人で話し合ったら？そう言って私はナナの部屋を後にした。出て行く時にナナの部屋から、ふざけるな！俺は歩みを裏切ってまで責任を取ろうとしたのに！という、京也の怒声が聞こえてきた。あれから一年、私は充実した日々を送っていた。夫と別れ、新居に引っ越したことで、職場への通勤が楽になったので、前よりも出社できるようになり、おかげで責任のある仕事も任されるようになった。元夫はというと、現在は独り身だ。やはり子供の父親は元夫ではなく、他の男だったらしく、元夫はナナと破局。ナナは今でも元夫との復縁を望んでいるようで、よく義実家に来るらしい。そんな元夫は、ナナとの復縁ではなく、私と復縁したいようで、ナナとのことは間違いだった。俺は今でも歩みを愛してる。許してくれ。と、定期的に連絡が来る。私はそんなつもりはないので、既読無視を続けている。元夫への愛はとっくに冷めているし、今は仕事が充実しているので、恋愛をしている暇はないのだ。最近は義足、義手の人でも楽しめるような洋服のデザインをプレゼンしたところ、それが社内でも取引先でも好評で、私は今そのチーフとして、モデル兼デザイナーをしているので、本当に忙しいのだ。忙しく大変だけれど、今はこのブランドを成功させることへのワクワクでいっぱいだ。